歴史から消えた男、悲運のボクシング王者西島陽介。9年前、確かに男はヒーローだった。日本ボクシング界悲願の重量級スター西島陽介さん、史上初の重量級スターボクサーに降り注ぐ歓声とスポットライト。しかし無口でナイーブな男はメディアの空騒ぎと作られた自分のキャラクターに疑問を感じていた。男は静かに日本を離れた。ボクシングの本場でボクシングだけに没頭するために、それは同時に日本でのライセンスを失うことを意味する。大きなジムに所属しないままの選手生活、ファイトマネーはスズメの涙。勝っても勝ってもたどり着かぬメジャー王座への道。別に有名になるところでやってたんじゃないんで、強くなりたくてやってたんで、妻が仕事してくれて、ちょっと、家計を支えてくれました。道は険しかった。度重なる怪我、自分の夢と支えるべき家族との狭間に立つ葛藤。日本に住む二人の息子は西島が戦う姿を一度も見たことがない。空白の10年を経て、日本人のほとんどが彼の名を忘れかけていた。その時、強さを追求したら、このプライドだった。それだけです。もう日本ではボクシングマッチが許されない西島の目に飛び込んできた新しき戦いの光景。一度も試合見たことないですし、どういう仕事をしているのかとかちょっと知ってもらいたかったんで、いやもうとことんやってと、言ってくれました。無口で内気なボクシングの天才、ゼロからの新しき挑戦は絶望と隣り合わせ。 K-1 ワールドグランプリ2001王者マーク・ハント、戦闘民族サモアの血を引く元 K-1 戦士。その剛腕から繰り出されるパンチはヘビー級ファイターをも一撃でマットに沈める。拳一つで頂点を極めた世界屈指の立ち技ファイター。プライド参戦後もそのパンチの勢いは衰えていない。終盤見ることいった圧倒的な攻撃力を誇る強者がこの男に打撃をヒットさせてきたが、彼を倒すことはできなかった。決して倒れぬスーパーサモア人。Get into a stand up fight, maybe. Yeah, he wanted, might stand up and fight. So,今から遡ること70年前、時は大恐慌時代のアメリカ。大怪我に見舞われ、歴史から消え、貧困にまみれたボクサーがいた。6年後、奇跡のカムバック。世界王者のタイトルを手にする。大衆はこのボクサーをシンデレラマンと呼んだ。マーク・ハント VS 西島陽介。ただいまより本日の最終第9試合を行います。 And now for the ninth and final match. 青コーナーより西島陽介選手の入場です。あれは暗く冷たい雨の夜、華やいだ都会の片隅で、そうさ俺はみかん箱の中で震える、捨て犬
ちんと話すのは苦手だった。戦いたいだけだった。金なんていらなかった。まっすぐに生きてきた。費用には生きられなかった。家族には迷惑をかけっぱなし。子供たちに父親らしいことは何もしてやれなかった。妻に感謝している。夢があるからリングに向かう西島陽介の入場です。日本ボクシング界を追われ一人アメリカで戦い続けた男を、歴史から姿を消した男を時代は捨ててはいませんでした。プライドという最高の戦いの舞台を用意して輝くカクテル光線で迎えます。才能にあふれた不器用な男がようやくたどり着いた夢舞台で明日をつかむのか。時代の波に翻弄され戦いの場を求め海を渡った男が輝けるかもしれない場所、世界中から強い男たちが集まる場所でついに夢をつかむか。今夜奇跡の復活、不可能を可能にするこの拳で奇跡を、夢を手繰り寄せます。強さに憧れた夢追い人、西島陽介プライドデビュー。赤コーナーよりマーク・ハント選手の入場です。 Look what you done, what you done, my baby. Le caimina o mon fascico. Pero, look what you done. Your love is a night for us. We like that so much when I first met you. That was some time ago. But then I put in this is in the red corner from New Zealand, mate. Right from the start. No.底知れぬ強さ、戦いの DNA、 サモアの血を引くスーパーモンスター。 K-1 でもプライドでも数々の強豪たちを打ち砕いてきたハードパンチ。戦いに飢えた剛腕が夢追い人を絶望の淵に突き落とすマーク・ハントの入場です。まるで相手の攻撃力を吸収するかのような不思議な肉体。どんなに打たれようと、どんなに蹴られようとも決して倒れない男。今宵の相手は新参者のプロボクサー。気の済むまでボクシング世界王者のパンチを受けてやろうじゃないか。俺は絶対に倒れない。俺にも追いかける夢がある。今年1年戦って戦って、そしてかつて味わったあの楽しい日々を取り戻す K-1 グランプリ2001王者マーク・ハント。本気のハントは目つきが違う。これより第9試合を行います。青コーナー182センチ、 95.5キロ、西島陽介、世界クルーザー級王者西島陽介プライドデビュー。178センチ、 132.5キロ、マーク・ハント。絶対に倒れないサモアの怪人マーク・ハント。両選手の体重差がなんと37キロあります。しかし軽い西島が4点ポジションでの頭部への攻撃を認めました。4点ポジション四つん這いでの頭部への膝蹴りは認められています。もうスイッチ入ってますよ。ついに山が動きました。そして
大きな岩が受け止めます。輝く未来か変わらぬ絶望か、西島陽介対マーク・ハント史上空前の打撃戦のゴングが今鳴ります。レディーゴー。飛び込んでいった西島陽介のデビュー戦、マーク・ハントまずはローキックです。世界の頂点を極めながら日本では歴史から忘れられた存在になりました西島陽介。このプライドのリングで日本に帰ってきた。左のフック、これをバックステップでかわしました。右のフックリアス、そして膝蹴りはボディ。高田さん、はい、このサモアの怪人ハントのフックを2発見切りました。右のフックきた、左のフックきた、膝蹴りする膝蹴りする膝ですね。パンチはね当たってないですよ。パンチは全て受けている。西島、これが世界チャンピオンのテクニック。右ストレート伸びてきた、左のフック、これは顔面を捉えたが、まだウィービングで、ここはなんとか足が下がっていく。マークハントがグラウンドに持ってきました。抑えを取ってますかね。これが一日の長です。マークハントがサイドポジション、これは非常に有利なポジションです。吉田さん、ここまでの攻防どんな風に見ましたか。はい、そうですね、なんか息が詰まりましたね。もうじっとねご覧になってましたが、あのパンチを対処するテクニックすごいですよね。僕だったら当たってってますからね。でも、まあ、西島君もまだ打撃がちょっと見れてないんで、そこら辺がちょっと見たいですよね。あのパンチに対して間を詰めるんではなくてテクニックでかわしていった。しかし今度はマウントポジション、さすがにサモアの怪人、このプライドでも今日が5戦目になります。非常に慣れた感じで上に乗ってきた。本当に重いですからね。そうですか、本当に重いです、ね、吉田さんはしかしこのマークハントに勝ってます。マークハント対策というのはどんなところなんですか。いや僕はもうあのグラウンド1本で行ったので、いかにねやっぱ打撃をしのいでテイクダウンしていくかっていう作戦を立ててましたので。ハントもデビュー戦の時でしたから。そうですね、グラウンドに持ち込めるテクニックのある吉田さんとは違います。全くあの戦うプランが違いますね、今日のこの西島はまずは打撃という形で入っていきましたが、はい、高田さん、ちょっとこれ苦しい体勢です。そうですね、まあ、かといってそんなに激しくパウンドを打ってこないですよね、パウンド打つにもテクニックいますからね。重いんですねこれ。入ってからオランダでも武者修行をしました。西島陽今ロープを掴んだから下げてるんですね。これはあの西島にとってラッキーですよ。ドントムーブ、ドントムーブですね。ポジションがロープ際ということで、一応ロープ掴むことで注意を与えられました、ね、はい、口頭注意が与えられました、はい、ロープを掴んでの攻撃は認められておりません。プライドです。右のパンチチョンソクでいきました。おっとブリッジでこれを抜けていった。やっぱ重いんですよね。非常に重さがあります。マークハントが軽量で 132.5kg、 一方の西島は 95.5kg、 両者の体重差は 37kg。ボクサーとは思えない身のこなし。右のフック、左のフック、いい感じだ。外からです。右のパ、左のフック、右の膝、右の脳、マークハント手数が多いよね、ハントもね。左のフック、パンチだけではなくてキックも交えてきました。左のフックは空を切る、パンチ切ってますよ。左のジャブ、これも避けている、避けている、避けている、膝だけですね。この膝はなんとか当ててきますが、マークハント、パンチに関しては西島しっかり見えてますね。素晴らしいテクニック、左のジャブ、左、右の左。ここからはボクシングで打ち合おうと言わんばかり、右の吹き合わせていきました。マークハントもカウンターの右を狙っていきました。西島選手初めてこのグローブで人を 100% で殴りますからね。そうですよね、これ非常に薄いグローブ、小さなグローブ、ガードします、ガードします。ボクシング時代は10オンスのグローブをはめていましたが、これはあのオープンフィンガーグローブといいまして、指が出ている形、こんなので打っていいのか、そんな思いもあったそうです。ハント前に出てきますね。ハント前に出る、圧力をかけていく、このロープを背負うのは嫌なんだというふうに西島は話していました。試合前です。ステップワークでこなしていった。ボディ、右のフック、左のフックを合わせてきたのはサモアの怪人マークハント。左のフック、これどう、ちょっと右のフック、これは効いたか、膝があります。ハントには膝がある。西島にはこのパンチ2つの拳だけ。西島ボディ打てた方がいいね、中入ってハイキック飛び込んでいった。そこに左を合わせていきました、マークハント。ここはもう打撃戦でいこうと両者が決めたような。右のストレート、左、カウンターですか、
ウンターです。左のジャブマークハント、さあ西島も左のフック、どこでパンチを固めてくるか。今日がデビュー戦です。元世界チャンピオンの西島陽介、右のロー、しかしこれは力がありません。何かハントもパンチでという感じでしょうか。左上だ、これは効いた、危ないでしょ、これ上になってパンチが降ってくる、膝からパンチ、これもらうと断れますからね。マークハントが上になっている、距離は十分、あっという間の5分間、踏みつけてくる、西島は託さい、ここはスタンディングになります。残り4分40秒というところでスタンド、鼻からの出血は西島陽介。日本を離れ、日本を追われる形でアメリカに渡って単身ボクサーとして戦ってきました。日本に戻ってきてもボクシングのリングには上がれない。中に入ってコンビネーションを連打したいですよね、単発ですから。左のジャブ、このジャブでちょっとぐらついた、ハントのジャブ、画面から右から左、そして右、一気に来ますからね。速攻ブ、そしてハイキック、東山はハイキックに合わせていったのはマークハント。これは良くない、さあバックマウンドになるか、左右になる、サイドポジションマークハント、本気で K-1 とプライドの両方の制覇を狙ってきた今年2006年。ここから1本腕を取りくることはないと思うので、重さとパンチを耐えればですね、対処できると思うんですけど、ただ腕を取って決めてやろうか、そんな話もしていました試合前のマークハントです。あの A&M と練習してますからね、長坂さん、はい、セコンドは決めろと言ってますね。あ、そうですか、練習してきた決め技を持ってくるのか、腕取ってきましたね、腕を今取っている。しかし再びサイドポジション、このハントは今年2006年にヒョードルの首を狙って目標は一つそこに絞っています。今年5月5日から始まりますプライド無差別級グランプリ、ここへの出場を狙って、さあ腕を取るのか、取るような素振りは吉田さん見せてますよね、膝来てますね、ここは膝で膝蹴りで決めようというところでしょうか。残りは3分第1ラウンド、しのげるか、腕を封じられた西島、ブリッジして返そうと思うんですよ、そして腕を取った、なんとかしのいでいる、下になっている西島、アームロック狙ってますよ、腕を取ってアームロック狙ってますよ、これ顔面への膝です。このポジションからでも顔面へ膝蹴りがあります。あ、膝蹴り、ここは膝蹴りが入る体勢です。連打を食らった時点でおそらく試合は止まるでしょう。まさか10時9時で狙ってなかったのここからでもステップオーバーすると10時ですよね、腕十字に行くんでしょうか。何でもできるぞという進化の度合いをマークハントは見せようというのか。意識を散らしておいて、これアームロックですか。十字、十字じゃないですか、腕を取っている、習ってきたことをここで試したいのか、それともパンチ、十字、十字だ、腕十字を狙ってくる、あそこから西島の首の筋のあたりにこう足をかけて背中をマークハントがつけに行くと腕十字、小さなパンチです、コツコツと当ててくるマークハント、パンチに気持ちを集中させてというところで踏みつけた、なんと132キロまで押し上げてきた、さあ高橋さん、西島です、またスタンディング、さあ残りは1分15、全てをかける、初めて見に来た2人の子供、マークハントとの引き出しが多いですよね、何でもトライしてる、その子供の前で父親として戦っている姿を見せている、マークハントはあとはどう料理しようか、そんな時間帯になってきているんでしょうか。残り1分を切りました、第1ラウンド、下なめずりをするようにマークハントが徐々に徐々に前を詰めてくる、左のフック、西島の左は空を切った、左のジャブ、左のボディ、西島、かつて世界のボクシング界を制した
このテクニックで西島、しかしボディ、はい、ボディに対してはマークハンド全くノーガードですね。こんな感じでしょうか。あ、やるなというような表情を見せました西島。ノーガードでプルーー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 すごいすね。これの打撃戦見せたのは西島、デビュー戦です。そしてマークアントはグラウンドテクニックも披露しました。西大将もんだ。ボクシングの3分間とは違い、ノーミスなプライド第1ラウンド10分間。高田さん、はい、やっぱりこう打ち合うだけではなくてマークアントはここまで4戦の経験でも出しましたね、はい、そうですね。明らかに進化の度合い見せてくれますよね、はい、ただ立った時にはマークハント自ら、はい、パンチで打ち合おうぜと。そうですよね、さあやろうぜという顔してますよ ね、 そういうことですね、立ち上がった西島、立ってからは両者が睨み合い、そしてパンチの応酬。ただ吉田さん、はい、マークハントにはもう一つの武器の膝もありましたよね。膝蹴りが今日結構出てますよね。この132キロのこれ、ね、グランドのジャンピング膝落とし、ジャンピング膝落とし、両膝落としですよね。ある意味必殺ですよこれは、うん、あれがもし決まっていたらと思いますが、これもね、飛びついてくるところにパンチで払いのけました。マークハント、マークハントも立ってます。あ、そうですね、赤コーナーサイドはもうセコンドが散っています。マークハントはいつでもやろうぜという表情。一方西島陽介プライドデビュー戦、いきなりのメインイベンターとなりました。最後の終盤見せたこのパンチテクニック、序盤はこう上半身の柔らかさで見切るようなシーンが多かったですよね、はいはい、そうですね。さすがに目がいいですよ。プロボクサーとして世界の頂点にまでたどり着いた男、スピードあるしね、はい、歴史から消え去っていたわけではありません。自らその時代をまた引き寄せるか。これから5分間の第2ラウンド、元 K1 王者対元世界ボクシングチャンピオンの戦いは第2ラウンド。激しい打撃戦、そしてマークハントはグラウンドの攻防も見せました。ハント選手がおロー打ってきました、ね、右のロー、今日2発目でしょうか。まだマークハント右のロー、あ、ボディを狙ってきました西島です。ジャブというよりストレート、顔面を捉えたステップを使ってきます西島。この10分間の第1ラウンドで西島は何かを掴んだか。マークハントは自分の戦いをするだけ。スピードしてないですよ。ハントにはパンチとそしてキック、膝があります。徐々にプレッシャー、左のジャブ、これを見切っています西島。バックステップでかわしています。そしてポンポンポンと跳ねている、はい、西島サイドは相当第1ラウンド終盤の殴り合いで手応えを感じたようで、倒せるというふうに励ましながらね、ラウンド行ったバルカン時間を過ごしました。でなんとか潜り込みたいということです。プレッシャーアナウンサーのリポート。ここ前に出る、接近戦がいい。ボディからダメ、右ストレート、右ワンパワー、すごい打ち合いだねこれ。マークハントもパンチで避けました。全く目が離せないこの打撃戦、これ見てる方ももっと打ってくれ、そんな拍手が今沸き起こっているが、ちょっとローブローです。下腹部にマークハントのキックが入ってしまいました。一旦時計が止まっています。回復を待ちます。すごい打ち合いですね。打ち合った時のこの満員の埼玉スーパーアリーナの拍手がね、先頭を切るあたり、やっぱり見たいんですねみんなね。試合再開です。30秒残り時間、第2ラウンド飛び込んできた。このプレッシャーは嫌だというふうに話していました西島。フックを合わせてきたのはマークハント。ボディ西島、左の服をかいくぐって中に入る。下に人が来てますね。大技か、右の服、できた、左を買う。
ックも受ける。西島のパンチは的確に捉える。当たり出してきました。リズムが来てるんですよ。足でこうステップを切るようになってからリズムが出てきました西島陽介、はい、左右の服一発一発の重さもある。右のローにつなげてきましたマークハント。右ストレート右のパン膝マークハントのロー、あんまり回らないよな。右の服西島がノーガードだ。赤コーナーサイド、あーっと膝をついた。そこにパンチが来る、膝が来る、ピンチが来る。よく見てないと。しかし、見もあります。ロープを掴んでいる。これはまた注意があります。マークハントが押しつぶしに来ます。赤コーナーサイド。耳も叩いているようにも見えます、マークハント。初めて元世界チャンピオンの拳を受けています、マークハント。やるなという気持ちなんでしょうか。それとも自分のペースでいける。そんな気持ちなんでしょうか。マークハントです。何度も言いますけど30キロ以上差がありますからね。体重が37キロ、約40キロですね。左のジャブの応酬です。左、ただ西島は一発でも確実に顎の先端を捉えたらマークハントといえでも絶対に倒れる、そう話していました。ミドル級以上のパンチがあればヘビー級のボクサーは倒れるそうです。これがボクシングの世界の定説だそうです。その一発が顎を捉えることができるか。左のジャブ2発はマークハント、もう一発さらにジャブを飛ばしてきます、マークハント。西島がしっかりと相手を見据えた。残り1分25を切りました。第2ラウンド、右左のフック狙っている。左のフック、西島の左、左を3発放ってきました西島。ちょっとしかし間合いが詰めすぎです。これは詰めすぎられています。左から右、ワンツースリーときた。マーカント左フック、飛べないんでしょうね。ちょっと気分があんまりもらいすぎる。マークハント、右のストレート、ニュートラックコーナーを背負っている。悲運の元ボクシング世界王者、残りは30秒台。何の板ノック返してますよ、返してますよ。左ノック、左ノック、西島も返す、返してますよ。右の目はちょっと腫れ始めました西島。マークハント待ってますよね。あ、そうですね、待ってますよ。一発大きいのというビッグパンチを待っている。マークハント痛い、第2ラウンド残り5秒、膝をついた、上から叩き潰すマイカント、まだ打った、まだ打った。西島陽介、僕らは折れない、ダウンしてないよって今アピールしました。ダメダメ、止めた方がいいかもしれない、ドクターチェック入れた方がいいですね。意識が朦朧とする中で、しかしダウンはしていない、そう言い張りながら西島陽介は青コーナーに帰っていきました。今チェックしてますね、ドクター。ここでドクターチェックが一旦入っています。レフリーも含めて様子を伺っています。パンチもらってますからね、はい。まあ、ここにプライドのリングを踏んでいる以上、並々ならぬ決意があるでしょう、はい。そのために自分からもう嫌だとは言えないでしょうね。言えないですね。激しい打ち合いです。おそらくやっぱりお互い、西島選手もハントの心意気みたいなもので、はい、戦いながらも感じ取ってると思うんですね。なるほど、打ち合いに応じてるわけですからね。コーナーロープを背負ってのこのハントの攻撃、苦しいんだけど、はい、苦しいんだけど辛いんだけども、試合をどっかで楽しんでるっていうところがあると思うんですよ。これは西島の方にもありますか、ね。あ、左、ここで倒れそうになるがしがみついた西島。パンチ切れが落ちないもんね、マークハント。ハントはやはりこうスタミナあるね。去年1年間こうしっかりと鍛えてきて、2006年は頂点を本当に目指している、そう話していた通りスタミナも全く落ちません。あ、これも膝をついていないんだという西島の粘り。こ
これは次のラウンドも立ち上がります西島陽介。ドクターの OK 出たのかな。そうですね、止められるような素振りはありません。ちょっと心配ですね。セブダーセブダーセブダー、悲運のボクシング世界王者、流れ流れてたどり着いたプライドのリングに待っていたのは K-1 元王者マーク・ハント。止める準備はしてるでしょう。最後の5分間です。西島陽介のデビュー戦、相手は K-1 王者マーク・ハント。今年ストイックなまでに体を鍛え上げてきているマーク・ハントです。のすのすと前に出る左のジャブ3発、右のストレート、マーク・ハント。マーク・ハントのここで起き倒れるまでハントはおそらくこれが続けるかもしれません。葬るならばこの拳で。そんな風にハントも西島の拳に応えるかもしれない。長坂さん、はい、セコンドの指示を全然ハントは聞かなくなったんですよ。セコンドがもうお前の好きなようにやってこい、そう言って送り出しました。中田さん、はい、そういう気持ち、ハントはやっぱり西島に何かこうシンパシーを感じてますかね。中田さん、ドクターの見解ですが、まだ意識はあるので試合を続けさせることはできるだろうということですが、もう一回ラッシュがあったら止めざるを得ないということです。顔面も腫れ始めました西島陽介。あろう蹴られても前に出る西島。92年にアメリカでボクシングプロデビューを果たしました西島。その後東洋太平洋の頂点、そして世界 WBF のクルーザー級の頂点にも立ちました。しかし日本のライセンスを与えられて、これで止めました。右のストレートで耐えきれずに西島陽介のプライドデビュー戦が幕を閉じます。いやでもよくやった。マークハントのノックアウト勝利、西島陽介の夢を希望を絶望の淵に葬り去りました。見つめます西島陽介。14年間のリングでの生活、今振り返っているかもしれません。アメリカに渡ったこと、一人きりの戦いが続いたこと、そして日本で新たな戦いの場を見つけたこと、全てが今脳裏をかすめているかもしれません。ドクターの問いかけにはしっかり答えてますね。 K-1 元王者マーク・ハントが、これ高田さん、はい、本気で今年頂点強ドルの、はい、首を狙ってますね。あのハント、それから絶好調のノゲイラ、ジョシュ・バーネット、包囲も出来上がりましたね。あの男を誰が倒すんでしょうか。夢破れた者、そして夢を掴んだ者、夢追い人たちの舞台がこれで幕を閉じます。そしてその先5月5日につながっていきます。さあノックアウトシーンです。もうこの第3ラウンドに立ったのが不思議なぐらいの感じですかね。マーク・ハントのマイクパフォーマンスが続いています。皆さん応援ありがとうございます。そして西島選手は真のバリア、戦う選手でした。ありがとうございました。彼と戦うことができて本当に光栄に思っています。皆様、両選手に今一度盛大な拍手をお願いします。夢見る男たちが集まりました。2006年初めてのプライドマッチ、その中で西島の夢はこの後どんな形で実現させるのか。高田さん、はい、そのあたりもこれからの西島にも目を向けたいですね。はい、あの可能性感じましたね。素晴らしいパンチを披露しました。元ボクシング世界王者西島陽介のプライドデビュー戦はマーク・ハントの前に散りました。勝ったのは K-1 を制した男マーク・ハント。プライドと K-1 両方を制した男はまだ勝っていません。最後は西島の気持ちに応えるかのようにパンチパンチ、この拳での戦いに受けて立ちましたマーク・ハントです。
もう会場のお客さんもね、もう西島いいよと、よくやったと、そういう敗北ですよね。そんな感じですよね。荒れゆく顔面、そしてまぶたは、右のまぶたはどんどんと下がってきている中で、この K-1 元王者のマーク・ハントの前に立ち向かいました西島陽介。このファイト、この心意気は必ず次につながります。西島陽介のプライドデビュー戦は敗れましたが、マーク・ハントの夢は5月5日へとつながっていきます。マーク・ハント、西島陽介から見事ノックアウト勝利を収めています。さあ、プライド31、2006年のオープニングセレモニー、はい、そう言っていい戦いが全試合終了しました。いやー、しかし熱い戦いでした。そうですね、将軍選手が敗れたのもびっくりしました。そうですね、そしてなんといってもこの西島陽介、はい、そして西島陽介の心に応えたマーク・ハントだったと私は思ったんですが、はい、マーク選手の戦い、振りが西島選手に対する思いが、ね、最後ね、足はもうほとんど使わないで、じゃあボクシングこうしてやるんだったらこうしていこうじゃないかというふうにすら思えた、あのマーク・ハントの戦いっぷり、何か熱いものを感じましたね。